左が沖縄空手のワンスー、右が松濤館流の円皮。全く違う型に見えますが、円皮の元になったのがワンスーなんだそうです。沖縄の空手が日本本土に伝わってから、型にも大きな変化があったんですね。沖縄少林流の島袋善春先生、松濤館流のトーマスさん、二人に型を比べてもらいました。これが試合でよく見る円皮。ジャンプがかっこいい。 I jump, we don't jump.沖縄空手のワンスーでは飛ばないんですね。もともとはこんな風に使う技だったそうです。トーマスさんもびっくりです。 Big difference. Yeah. 今日はじっくり型の変化から空手の歴史に浸ってみてください。スリテチーム、少林流、マザーオブ松濤館ね、三の部少林流の松濤館、少林流あの松濤館流チームで、ワンスーは円皮ですね。松濤館流円皮に当たるかと思います。まずは剛柔流空手の八木明人先生も一緒に少林流空手のワンスーを習ってみましょう。ワンスー。はい、ありがとうございました。どうでした？難しい、難しいですね。難しい、難しいですね。楽しいですね。楽しい、とても楽しいですけど、空手って楽しいですね。楽しいですね。How do you feel? That was very difficult. Difficult? But fun. Is there many different parts on the Bedouin MP? Yes, quite different actually. Oh, okay. Some similarities, but... それではいよいよ円皮とワンスーの比較です。どこが違うのかじっくり見てみましょう。拍手。本当同じ方なの？いや、最後の方がちょっとなんか、まあ、横目にですけど。I felt the beginning was very similar. Yeah, here, a little bit similar. And then, these motions. After, maybe after the first Shotokan Kiai point, completely different.先生って一応見てた、見てました。いや、僕なんか早く終わったんで、最後の方だけなんかこう、こうやってジャンプしたところ、まあジャンプはやるからですけど、この最後のトゥッ、いや、実況だ、最後のちょっともう2回なんで、
instead I jump, we don't jump. It's too good. Catch. Catch and catch and throw. あ、ちょっと面白い。そこちょっとやってみましょうか。じゃあ例えばついてきたのを順次につきます。あ、はい。ついてきたのをこれ立って、折って、やって、でこれをつくんです。つき。で、で、で、これ払って、で最後これ金的やって、でこれを肩に持ち上げて倒す。どう？これ、これがジャンプ。Yeah, jump for us.かっこよくなってますね。でも全然違う。理由があるんですか。あるある。多分これすごい面白い。多分その流派なりのこの、を取って、はい、して、で、こうやって、で、こうやるの近づいて、どう、で、投げる。はい、でまたこっちから取ってきて、はい、トマさん、そしてこれが、はい、まあやってもう一回もし What do you think? Big difference. But we feel the origin. Yes. Yeah, which is very important. これはね、面白いね。いつからこう変わったんだろうって。いやー、ワクワクしましたね。最後に島袋先生が日本空手協会全国大会で招待演舞した時の映像をご覧ください。ジオンとワンスーです。よEveryone is a hero in クロービーワールド。クロービーワールドでは誰もがヒーロー。もちろんあなたも。それではまたクロービーワールドでお会いしましょう。